はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日は、プレステ2のですね、ワンダーボーイコレクションというか、セガエイジスのね、ワンダーボーイコレクションというのが出てまして、セガのね、結構、セガでは有名なね、アクションゲームシリーズがいっぱい出てますけどね、このワンダーボーイシリーズの、このコレクションね、こちら、ワンダーボーイとね、こちらワンダーボーイ。まあ、元祖ですね。で、これ、まあ、モンスターランドね。ワンダーボーイモンスターランド。これアーケードのね、作品ですけども。これまあ、これもアーケードですけどね。で、これまあ、モンスターレアね。これはワンダーボーイ3ですね。これ、まあ、シューティングみたいな感じのね、やつで。で、これは、モンスターワールド2ね。これもワンダーボーイシリーズで。これ、ゲームギアかな？か、セガマーク2かどっちかだと思いますけどね。これは、まあ、モンスターワールド3ね。これ、確かメガドライブだった気がするんですけどね。はい。一応ね、全部入ってるんですよ。これもメガドライブですね。モンスターワールド4ね。これ、ワンダーボーイシリーズですね、これね。これをね、ちょっとね、この中からね、今日はね、この元祖ね、このワンダーボーイね、こちらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ゲームギア版やってみましょうね。ゲームギア版。あ、これは結構忠実に移植されてんちゃうの？これも。おお、小さいけど、忠実やね。これも、割とね。こうやってね、見比べができるんですよね。これ、食のね、あれがね。見比べて遊べるわけですよ。ね。さすがですね、これ。これは、かなり速度高い。小さくなってるだけで、ほぼ完全食に近い。ちょっとね、操作性悪いんでね、申し訳ないですけど、先の面までね、お見せできなくて申し訳ないですけどね。とりあえずね、こういうゲームだっていうことが分かってもらえばいいかなと、この動画ね。思いますけどね。またちょっと今度ね、本格的な挑戦はね、また、ちょっとコントローラーをね、変えてからやった方がいいわ、これ。このコントローラーじゃ具合悪いわ、これ。ほら、こんなにジャンプ力も低いしさ。うわ、ギリギリやんか、あれ。なるほどね。あ、これは無理や。あれ、大ジャンプじゃないと、あそこは無理や。これね、ジャンプをね、2段階に分けて操作しなあかんのは大変やね。高橋名人の冒険島だったらね、適度に、加減できるんですよ。これ2つのね、ジャンプ力、大ジャンプと小さいジャンプをね、2つに分けて、2つのボタンを分けてやんなきゃいけないっていうのがね、ちょっとそれが不満ですね。ちょっとね、操作性悪いですよ。そんなんね、瞬間瞬間、そんな判断できるわけないですよ。ジャンプ力。ここでこのぐらいのジャンプ力がいいとかね。で、ボタンをね、押すボタンもね、変えてやんなきゃいけないわけですから、そんな、その都度ね。それは無理ですよ。こんな過酷なアクションゲームにね。ちょっとこれはこう操作性に問題ありますね、このゲーム。高橋名人の冒険島の方が絶対やりやすいわ。あれはね、一つのボタンでね、ボト、あの、ジャンプ力加減できるんで、普通はそうじゃないとダメなんですよね。二つのボタン使わなあかんっていうのはあかんですよ。それはダメですよ。そんなんじゃね、難易度高すぎるんですよ。ただこれでも忠実に移植はされてますね、これね。これね、これ、これ、このゲームなりにね。これはね、ほらほら、あんな瞬間にさ、でかい旋風をさ、押せるわけないやん、あんな。今やってわかるわけないやん、そんなんね。で、常にね、でかいジャンプで全部やればいいやと思うけどね、でかいジャンプはでかいジャンプでね、やりにくいんですよ、これね。全部このジャンプでやるのもね、やりにくいんですよ。それが一番いいのかもしれんけどね。結局はね、そのジャンプの2段階をね、判断できないなら全部大ジャンプでプレイしろっていうのもありですけどね。うわ、これ何？うわ、これ難しい。こんなとこなかったよね、1の2で。いやいや。こっちのバージョンはちょっと難しい。こっちのゲームギアの UE って何やろね。これちょっと微妙ちゃうんかな、これまた。同じやね。あ、リターンオブドラゴンなんとか。タイトル違うやん、ちょっと。
でも同じは同じやね。同じやわ。うん、とりあえずこれね、4種類全部ね、試してみましたけどね。はい。ワンダーボーイはこんな感じのゲームですね。はい。これで一旦終わらせていただきますね。はい。ご視聴ありがとうございました。どうもー。